レオンンチャンネルです今回紹介するのはこちらプレバン限定コンプリートスタイルディガンティックタイタンソードです はい CSM の派生ブランドの CSG 第1弾のタイタンゾード来た2022年最後の大物到着しましたね定価は1万9800円でてか箱がめちゃくちゃ大きいから2万円切ってるのお買い得じゃねみたいな一応 CSG はコレクションアイテムと連動が考えられてないアイテム単体で完結してる武器系の新シリーズであでも武器縛りでもないんだっけとりあえず単体で遊べるめちゃくちゃでっかいものを作りましたっていう新しいですね はい、このようなリント文字も各箇所に描かれつつライイジンングタイタン、うん、両面仕様ですよねこちら側にはタイタンフォームでこれスリーブになっててスリーブを取るとリント文字だけかめっちゃシンプルなんか古代の遺物が大切に保管されてましたみたいな見た目になってますねではレビューしましょう 一応、物としては仮面ライダークーが10話に登場したタイタンソードが立体化されたもので、24話で雷の力も得て、ライジングタイタンソードへの変化も果たすんだけど、どちらも再現できますよーってやつね。見せないねー。いきますよ。せーのーよえ、め、ま、め、まま、どうなってる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 あははは だけどちょっと待って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 。あとは初 CSG のクオリティ用どうなってるはいはいあーチ <laughs> ーターでけえでけー大政権でかなり大きいサイズのアイテムは見慣れてはいましたけどうーわてかあとね展示物よりめっちゃ全体の質感がいい。なにここの宝玉部分の綺麗さ。 で、この先端部分が、ああ、おもちゃっぽくない。ぬるかちゃで締まる。あこのね、この薄さは、本編通りだ、横から見ると。グリップエンドってさ、改めて見ると、めっちゃ凝ってますね。で、リント文字があって、ここまで。 あとは、トリガーが2箇所か埋め込まれてる大きいトリガーと小さいトリガー。多分大きいトリガーを押すと、ジャギーンがいけるはずいきます。うわ、<laughs> 最高です優勝優勝でもね、 これまで CSM のデカ武器いろいろ発売したじゃん。その辺の感覚とそんな変わんないかな。CSG だから何か特別なものが特化してるとかそういう感じじゃないと思う。質感は CSM って感じ。この辺の例えばブレイラウザーとかの完成度と同じって感じ。なのでやっぱ CSG とはいえ基本はいつもの CSM 武器だな。まあ、カイザブレイガンとかも とんでもない出来のものが入ってましたからね。最高だ。で、ぬるくで、カチャンって感じなんですよ。サクって感じで戻るんですよね。へえ。ー。収納すると、鞘に剣が収納されてるような見た目になってると。他の付属品こんな風に入ってんだ。ライジングパーツ、ちょっとデラックスガングっぽい。当時のデラックス版も今年かなレビューしましたけど、おもちゃっぽくメッキメッキしておりましたが、これはあれか。 わ、すげえ、でかっ。展開状態から、もうここにはめ込む感じだ。あ、これ単純に上から覆いかぶせるんじゃなくって、ここ、スライド。おー、なるほど。外せるんだ。で、この穴を、ここに合わせて、こんな感じにはまった状態から、スライドするんだ。はめてスライド。おー、おー 大聖剣どころの話じゃねえ。これ、ライジングタイタンソードね。で、大聖剣。大聖剣のグリップエンドこう合わせると、1.3倍ぐらいある。どういうこと <laughs> これが CSG の底力か。え、やばこれはね、これは CSG じゃないと、やれないサイズ感だ。はい、デラックス、こうで、<laughs> これが、船船さんの、 やりたかったことだったんだ。<laughs> いや、最高じゃないですか。まあ、デラックスもこれ、そんなに短くないんですけど、どうなってるで、スライドして、外す、外す。これで大成形と、1割ぐらい長いか。ちなみに正式なサイズとしては、先端収納時で76センチ、先端展開時で全長90センチ。はい、デラックス版と、 比べると、これも全然ほんとバランス悪くないんだけどね。さすがのでかさ。で、ライジングパーツをセットすると113センチだってこれがハマると。コータならこれでクモンカイとザってやるぐらいのサイズ感。そして付属の台座もついてて簡易的なものとはいえ、こういうのめっちゃ助かる。整一としてはグリップ側と剣先側に乗せて こんな風に飾ってねえとめちゃくちゃ完璧じゃん。ライジングパーツが入ってても問題なく飾れるっぽいね。ってことで中身はこうなってて、タイタンソード本体と台座が2つ、ライジングパーツ。究極大聖剣と同じで、これ単体でアイテムとして完結してますので、あとは攻撃ボタンとか展開ボタンをターン押しとか長押しで必殺とか剣撃音を楽しむ形ですね。もちろんセリフとかも入ってませんからね。トライアクセラーとか置いたらちょうどサイズ本編ぐらいじゃない じゃあまず各パーツ細かく見ますが、これがライジングパーツで、ぐるっと見回すところで、メッキではなくメタリック塗装で表現で、ここにロークカージボタンがあって、押しながら反対側をスライドすることで分離すると。はい、中もゴールドの成型色になってますね。ここのスライド合体のおかげで、連結後全く分割線が 目立たないのが素晴らしすぎる。そしてタイタンソードは台座自体がちょっとひび割れたいい感じの世界観を表してて簡単にパーツの向きとか変えられますね。はい、まずタイタンソードのグリップ周辺は近づいてみると、宝玉もほんと綺麗。こんな感じで、電池蓋はここに爪の引っ掛けがあるので 外してあげると、電池蓋と電源ね。スイッチ的なものは、変形ボタンと攻撃ボタン。にしても分割線が目立たないな。そして、塚周辺には、宝玉マークがあって、メタリックが、まあ、クリアもか、とにかく綺麗。サイに入ってるようなデザインになっておりますが、これ自体が剣のブレードで、ここ特に軟質とか、デラックスガングではありませんから、そういうのはないですね。 はい両面もネジ穴一切ないわけよ。で、押し込むと、収納を変形ボタンで、展開と。重みがある。へえじゃあ、音声鳴らして遊ぼう。はい、電池も入れましたので、電源オン。起動音、どんな感じ <noise> また、あ えマジであー来るじゃん面白そっか発光とかないかそしてグリップの小さいボタンが攻撃ボタンうん大きいボタンが変形ボタンタイタンソードはね展開状態が基本ですから変形ボタンを押してあ変形音になるんだ元に戻すとほおー まずは攻撃ボタンで剣撃音だけど1音目が変化音あなるほどね物体から単体ソードに変化する音が鳴るんだからの攻撃音でめっちゃいろんなパターンになりますね あ、なりきると高め。あ、ちなみに、ライジングタイタンソールドへのモード変更は、ここのグリップボタン2箇所を同時押しでモードが変わりますから、パーツを付けてモードが変化とか、そういうものではありませんね。で、攻撃ボタン長押して、カラミティタイタン。 おーもうめっちゃシンプルバリバリバリーからの突き刺し攻撃音が鳴って完了とそして変形ボタンのこの展開ボタンをタン押しで傾ける音振る音擦れる音擦れる音が3種振った擦れる音かの5種がループ ね、長押しで、10話バージョンのカラミティタイタン。初変身後の攻撃を受けながらの歩きからのザスのサウンドってことね。長押し。 すげ本編再現だでも結構、アークルでも、しっかりいろんな攻撃音収録されてますから、改めて、剣武器として鳴るって感じ。さらに、レア音声として、攻撃ボタンでライジング予兆音が鳴るって、バリバリバリっていう、五代祐介曰くビリビリね。ああ、<noise> ー鳴った。かなり低確率で鳴るって感じ。ああ、鳴った。 これがタイタンソードの遊び方。でもどうだろうな割とアークルと組み合わせて、まあこれ単体で完成してるんだけど、組み合わせた方が楽しいかも。なるんだよね。 は必殺音を発音するでしょ。こっちでも。 って感じで、アークルを持ってるからこそ、改めて武器側からなるっていう感覚が強いな。そう思うとアークルってさ、CSM 有能だよね。じゃあ、ライジングタイタン騒動にモードチェンジで、ボタン両方同時押し。 雷音鳴った。五代本人がビリビリの電撃を感じて、これがパワーアップのきっかけじゃないかって言って、電流を自分に流してもらって、それをきっかけにパワーアップするみたいな工程でしたが、それっぽいサウンドが鳴りましたね。で、ここにほら、穴が2箇所、表裏あるから、スピーカーがある方を上にして、下から、ここにはめる。あれ、はまらない。もうちょっと。 あ完全に引っ張り切ると、これ多分あれだよね。変形で、完全に、あ、変形するね。変形するんだけど、要は引っ張る必要ないんだけど、たまに変形しきれてない時があるので、ちゃんと変形しきってあげて、こんな感じで穴に、刺したら、上から、セットして、スライド。あ、これいいな。別に、他に、 はめる器具なんかもないしそして113センチはマジでか。モードチェンジはすでに終わっておりますので攻撃音ターンをして剣撃音,音本当音大きいな <noise> ここランダムだね で長押しで「カラミティ・タイタン」24話バージョン24話ってことは「ライジング・タイタン」の初登場ねはい同じようにこう両手で持って 突き刺すみたいな全く余計な動きがない必殺技でしたよねさらに展開ボタン単押しで傾ける音振る音2周擦れる音が3種。 展開ボタン長押しで「ライジンカラミティタイタン」35話バージョン。 派手な効果音からの音が長い。この回は今で言う暴走回というか、憎しみとかいろんな感情で空ガの力を抑えきれなくなって、もう大暴れするタイタンとライジングタイタンみたいな。そのままグロンギを惨殺するっていう、交差するんだよね。かなり後味の悪い回でしたが、ちゃんとそういう効果音まで入ってると。で、最後はボタン同時押しで、例のダブルライジングカラミティタイタンの必殺音ね。理想は日本外からの発動ですが、僕は一本しか買いませんでした。じゃあ同時押し。 斬撃残音と爆発音の間にちゃんと無音のスペースもしっかり設けてありますね。敵とともに海に落下して、で、その後、無音の時間があって空が静止不明からのバカーンって爆発して、船に戻ってくるみたいな、そういう流れでしたから、それを再現した音声の作りになってるんだと思います。こんな大振りの剣を2本持って、バンバン振り回して戦ってましたよね。でもね、実際重いやっぱ。そしてサウンドとしては、これで終わりだ。これ元に、 戻るモードはもう一回かながもう一回ながおしい元に戻んないねタイタンソード音声にする際は電源を落とす必要があるのかな <noise> このアークル音ン最高。でボタンを押しながら反対側をスライドしてこの脱着は全然やりやすくてめっちゃよく考えられてる 本当でもねイベントで見た時より全体の質感が異常に上がってて見た目すごい良くなってるなはいこれで通常のタイタンソード状態に戻りましたいいよ変形あこの音があるなら編集で音を当てて変身音ねからの 最高です。収録音声としては、セリフとか BGM も一切なくって、かなり割り切ってるなぁと思いますけど、これはね、もう音声収録うんぬんっていうか、このデカブキ系買えばわかるけど、正直収録音声とか、割とどっちでもよくって、もうこの存在感自体が素晴らしいんですよね。質感的にはデラックスをそのまま大きくしましたみたいな、成型色でのデカブキなんだけど、だけど、満足度めっちゃ高くって、まあこれもコレクションアイテムと別に連動するわけじゃなくって、 こういうボタンとかでサウンドが鳴るって感じなので極論大人んなくても全然もう価格分回収してますみたいなそんな感じはあるのでこの質感と存在感とこの大きさねこのサウンドってアークルに入ってたよねみたいなところはあるけどあんまりそういうのはどっちでもよくってよくぞこのほぼ1分の1サイズのものを普通にね僕ら一般ユーザーが買えるアイテムとして立体化してくださってマジでありがとうございますって 感想しか出てこないですね。もう発行もしないし、全然これでいいよ。でもやっぱ、ある程度単体で立体映えするアイテムだからこその CSG 化だと思いますので、え、この流れでも全然ファイズエッジとかミッションメモリーさせるだけでいいから、ガン野メモリーのサイズに合わせなきゃいけないのはありますけど、エンジンブレードとか、キングラウザーもあれか、ラウズカードに合わせなきゃいけないか、ラウズカードがある劇中と、思うちょっと全然違うんですよね、サイズが。あと、電シャとかね。ま、あでも変形これ結構サイズが、 一部変わったりするんでロッドモードどうするんだ問題とかありますけど期待はしてたけど正直1万9800円の金額以上の価値は僕は感じましたねマジで大満足いやこの存在感マジでサムズアップ <laughs> 以上プレバン限定仮面ライダークーガーコンプリートスタイルギガンティックタイタンソードの紹介でした